はこのメンバーの中でも一番信頼してたバッターですからね、そうなんですね、バッターボックスは塩谷和彦、神戸の新興学園、この阪神に入りました、キャッチャーとして入りましたバッターの塩谷和彦、今年7年目になります。あ、ライトに上がっている、どうだ、ライトがどっと追っていったか、ホームランです。ライトのポール際に打ち込みました。塩谷和彦、今シーズン第1号のホームランが出ました。いやー